私は子育てや介護で一旦離職した人たちが、自分の強みを生かせるような土壌を作るためにワークシェアの仕組みを作りたいと思っています。で、子育て中のお母さんは、もちろんなんですが、介護をしている人だったり、何かな、これから地域のためにボランティア活動をしていきたいっていう人たち、どういう方でも大丈夫なので、みんなで多世代の人たちが細く長く働き続けられる仕組みを作りたいと思っています。クレではこういった地域の人とつながり、クレの町に学ぶ親子に優しいお店屋さんのオープンゼミといった、お店で子どもたちとお母さんが例えば八百屋さんで新鮮な野菜とか果物を販売するっていう経験をしてみたり、なんだっけ、お花屋さんでラッピングをさせてもらうようなイベントとか、いろんなものを企画してきました。廿日市でも例えばお店屋さんで子どもたちと一緒にお母さんが働くっていうことをしてみたり、お母さんたちがいろんな制約があって働けない人が、こういうふうに工夫をすればちょっとでも働くことができるよっていうような知恵を出し合いながら、新しい仕組み作りを作っていきたいと思ってますので、この度廿日市ビジネスチャレンジコンテストに応募して優秀賞をいただけることになりましたので、今年は創業に向けていろんなイベントを打ちながら仕事作りにチャレンジしていきたいと思います。関心がある方は世代を問わず一緒にやっていける仲間を募集していますので、ぜひよろしくお願いします。